お疲れちゃんです、ラットです。どうぞこちら、キューガーです。お願いします。今日はですね、はい、もうゆるめのやつなんですけど、そうですね、キヨキヨさんに、はい、誕生日プレゼントを、買っていただきました。僕が誕生日がですね、8月28日そうですね、なんですけど、はい、ちょっと早めにね、こうリーグとかぶさってリーグ中忙しいからという気遣い。完全に気遣いですよ。いやもうね、お渡しできないのが辛いなと思って。そうなんですよ。いやでも、いやラットさんだって自粛中にいきなりなんかフェンディなんちゃらかんちゃらみたいなとこが届いて、開けたらラットさんがいい年にしちゃってくださいラットみたいな書いてある手紙とともに、若干真似しますね。そう、いただいたんですよ、フェンディのサンダルをいただいて、それのお返しじゃないですけど。というわけでね、こう、まあ、サムネでも多分分かったと思うんですけど、はい、これね、これブレスレットですね。マジでこれね、いかちいでしょ。これめっちゃいいですよね。いや、私じゃちょっと接写しますよ。あカメラマンの切り替え、はい、ちょっとじゃあ動かさんでください、ちょっと。はい、動かさんのってくださいね。はい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 。うわ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 、これ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 、ちょっとこれくるくるしてください、くるくる。こうですね、なんかこう色がめっちゃキラキラしてる部分もありつつの、はい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 、こう水色とかなんか青とか全然ピンと合わん。あーあった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 、うわそわーってなってなってなってる。こうピンクとかがあってちょっと可愛らしい感じがある、ね、そういかついのとちょっと可愛いのあるみたいな。 それによってもうめっちゃいいの。いやでもこれね、そうそうなんですよ、これラットさんがいろいろ見てましたよね。いや最初のラットさん指輪そう見られてて、なんかアクセサリー系が欲しいって思ってて、そう指輪も欲しいなと思ってたんですけど、そういいのがあったんですよ。まあ下の方にね、これ欲しいな。でもラットさん選んでて、最初指輪結構もう一通り見てはめてみて、なんかちょっと違うなみたいになって、でじゃあ次ブレスレット行くかっつってブレスレット見て、でもブレスレット見た中でも最後の方でしたね、順位的にも。いろいろうん、なんかうんって感じだったんですけど、はい、なんかあれっす、なんかいいなみたいな、いいなってなりましたね。こう指輪あれなんですよね、やっぱり、はい、サイズが M と L とかで、ああ確かに、僕 M をはめたんですけど、うん、ちっちゃい、ね、M でも余裕だったんですよ。結構スカスカしたもんね。僕の指が多分細いことによって、ああ、指輪と合わなかったんですよ。だからクララはうまいんじゃないですか、細いから。関係ない、関係ない。指細い方が成功する説ないですか。ないです、クララは。で変えなかったというか、まあ、サイズが合わないんで、確かに、まあ、こうどうにもできないっていう。まあそうっすね、辛いですけど。でブレスレット見て、そうですね。でもラットさん最初これ買う時結構そのいかつめは嫌だみたいな。いやそうなんですね、いかつい、なんか派手なのは嫌なんですよ。いやこれじゃないですか。いやこれでもこれ結構いかついっすよ、これ、はい、こう見ると、はい、いかついじゃないですか。いかついっす。でもこれ普通にこういった時にこうそんなめっちゃいかついって。ああまあ確かにその、そうですね、これなんかこうブランブランしてるのちょっと可愛いなって、こう近くで確かに見るとなんかこう見た時に、はいはい、確かに別にそんな、そうなんですよ。でも近くで見るといかついっすよ。そうなんです。全体として見ると言ったらなんかそのちょっとブランブランしてるおしゃれな感じだなって思うんですけど、それが近くで見るといかついかついっすね。いやこういうのでもいいっすね。そうなんですよ。そうこれね、これ買った時にその僕も2本くださいっつって僕もそうなっちゃいました。僕がプレゼント買ってもらいに行ったらキヨキヨさんもまあ同じなんですけど、そう、ね、若干色がちょっと違います。色がちょっとだけ違います。ラットさんがピンクで、そうです。僕が青。青みたいな感じでございます。やつ買いました。買ってね。いやだからその僕のチャンネルで、ラットさんにいきなり思いついたんですよ。だからその誕生日渡すタイミングも多分ないだろうなと思ってて、クララの動画普通に撮影終わった時に、ちょラットさんちょっと来てきてっつって。いや、すごいですよ。だって、僕のチャンネルの動画多分撮ってたんですよね。あ、そうですね。そう、撮って、撮影終わるじゃないですか。はい。で、こう一息こう着くじゃないですか。あーお疲れしたーって。つらもう撮り終わっても2、30秒後っすよ。ちょっとラットさん来てください。何来てんの？出ちゃうんですよ。そう、ラットさん出て来てくださいって言って、急にカメラ回し始めて座ってくださいって言われて。確かに確かに。動画撮って始めるんですか。今からルイ・ヴィトン値段見ずに買いに行きますとか。そう、値段見ずに買いに行くって動画あげたんで。じゃあそれ本当に見てください。もう本当に見てません。最後の最後で聞いたんですけど、ちょっとビビったっていう感じ。いや、ビビりましたね、マジで。いやー、でもそうだね。だから、めっちゃ楽しかったっす、僕的には。いやいや、僕としてもなんかすごいですけど、こう。いやいやいや。こんなことないです。みんな想像してみてください。これ、今から値段見ずに、ルイ・ヴィトン買いきますよ。えってなりません。何買うってなるくらいです。いや、それで言うと、だって、アッツさんも粋なことしてますからね、ほんとに。だって、あれですよ、いきなり送られてきて、なんか、
ねえ、いい年にしちゃってくださいみたいな。なんかいつも、ね、その場で好きじゃない。いい年にしてくださいとかじゃなくてしちゃってくださいみたいな、なんかすげえカジュアルに送られてきて、気持ち軽めに、気持ち軽めに、まああとはまあその夏だしね、そう夏なんでね、そうやっぱ夏の YouTuber 魂ありますよね。でも僕本当にラッツさんにお世話になってるんですよ、マジで。いやって言うんですよ、気になんないぐらい僕のお世話になってます。もうやめましょう、そういうなんかそのいい感じのやつ。いい感じのいい感じのやつ。いや本当にお世話になってて、何かっていうと言ったらもう2年3年ぐらいですか、3年ぐらいですかね、初一緒に撮ったらでも最初僕昔あっちの家住んでた時に、そうですね、違いました時に最初に2年半とかですか、2年半前とか言ったら YouTube やり始めですか。まあだと思います。その時からすごいこうなんかいろいろ YouTube について聞いてくれたりとかで、それで言うともう YouTube の感 YouTube のことを言ったらもう勉強 し終わったぐらいの時にも毎回こう撮影で僕ん家来て、今日僕ん家だったりもするんですけど、そう来てくださったりとか、そう気使ってくれるんですよ、そうやって気使ってお忙しい、いや当たり前とか言わないから。でだからまあ言ったらリーグ中とかまた僕も普通にラツさんのお家遊びに行くのすごい楽しいんで、ちょ普通にまた遊びに行かせてもらおうかなって思ってるんですけど、なんもないですけどね。そうとかね、一つ一つ気遣いがちょっともう半端ないんで、もうどうね、どうだからびっくりボックスさせるの好きなんで、本当は誕生日プレゼントお渡しさせていただくときに、はい、彼女さんにちょっといろいろ聞いたりして何かしようかなと思ってたんですよ。はい、まあ言ったらそのラットさんの彼女さんとかぶんないようにしようとか、まあサプライズで何かサプライズでそう何かしようかなと思ったんですけど、まあなんかリーグで忙しくなって後伸びになっちゃうのが嫌だなって、皆さんここですよ。いやだからしかも変な話、はい、変な話ですよ。だからラットさんのなんか誕生日付近に僕がなんか連絡してちょっとどこどこ来てくださいよとか言ったらちょっと勘ぐっちゃうじゃないですか。まあまあまあ、ぶっちゃけ変な話ですよ。なんかしていただけるかなとは。そう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 、ね、そうだからもうノーマークのとこをちょっとつきたいなと思って、もう気が降ってきたから値段見ずに行くっていう、降ってくるって良いですよ、ね、降ってきたんでちょっと行ったっていうね、秒で取りに。いやだから本当にね、これでじゃあ恩返ししきれてないんで、しかも恩返ししたことになってないです。僕の方ですから。いやいやいや、これ本当に本当にね、ちょっと、めっちゃ可愛いですねこれ。で僕的にもだからまあ僕のチャンネルでも言っちゃいましたけど、はい、あの何言ったらラットさん頑張っとるなみたいな感じになるわけよ、うん、言ったらキョキョさんの多分チャンネルでもね、まあ同じぐらいに上がりますよね。同じぐらいに上がってます、はい、ね、そっちでもちょっとね見てみてください。こういろんなこう多分気になるね、確かに結構接写してますこれについては。はい、そうなんですよ。で、だからそのラットさんも頑張ってるし、じゃあ俺も頑張ろうみたいな感じで一緒、お揃いのやつをね、買おうとしました。ただ、ね、本当の同じ色のお揃いは本当になくて、うん、そうですね、だ色が全部違ったんで、じゃあ僕はこれの色っていうピンクでっていうね、感じさせて、かわいいですね。いや、ラットさん頑張りましょう。いや、マジでラットさん、本当優勝しましょう。リーグ、僕は、いや、これでラットさん優勝したらもう僕泣くっすよ、マジで。これは泣きますよ。僕優勝したら泣くし、キヨキヨさんが泣いてくれてさらに泣きます。いやだからそう、ラットさんマジでね、いやもうやるしかないっすね本当にもう。いやだから僕もだから YouTube をさ頑張ろうって思えるわけですよ。そうですね、まあ、YouTube そして僕はリーグ含め、まあ、YouTube もそうですね頑張っていこうぜというやつですね。だから思い出っすよマジで。いやいやマジの思い出や。だから本当に僕的にはこういうことができたことがすごく嬉しいです。なんていうんですか、こういうちょっとおそろ買うなんて言ったらなんかちょっとこう何、まあ、あんまないですよ、ね、あんまないじゃないですか友達とおそろ買うっていう。はい、言ったらね、その夏さんこれから本当にこう世界に向けて挑戦するっていうところで今回合わせてもらったんで、ちょっとあのリーグ多分リーグでねこう手元とか多分映ると思うんですけど、はい、え、その時映るんですか、それ、まあ、もしかしたらそれエモいな、僕どうじゃないですか、はい、つけてないかもしれない。確かにね、ちょっと気になるから、もしかしたら試合中はもう全然つけなくていいですから、もちろんもちろんもちろん、そんな気になるとかが一番ダメですから。そうですね、はい、あとはもしかしたらリーグの人からリーグの運営してる人からちょっと外してくださいとかっていう可能性もあるかもしれないですね。はい、まあ、それはちょっとお楽しみ。夏さん、これからもよろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。いやーし、頑張れて、頑張ろう、頑張りましょう、マジで頑張ろうと思います。めっちゃイケてるもんなこれ。やばいっすね、このケースも見せびらかしてます。これライクさん見た瞬間、うん、なんて言うんですか、
ライキさんがっすか。ライキさんがラットさんのつけてるの見て、え、ラット、それどうしたの？っていうか、あ、それ、え、彼女？こう聞きますよ、こうで。あー、わかる、めっちゃわかる。え、ラット？え、これ？って感じっすね、めっちゃわかるな、それ。いや、KK さんとか、なんていうんですか、それは言わないですか、あんまり。KK は、え、どうしたんですか、社長社長社長って感じで、こう、ちょっといじりつつきますね。なるほどっすね。いや、それもちょっとまた見てみたいですね。頑張りましょう。僕もこれ友達からしたらどうしたんってなりますわ。え、彼女できたんってなりません。ああ、そういうパターンですか。のなんかその方が考えやすいかなと思うんですけど。ああ、なるほどですね。だから僕で言うと、なんかあいつヤンキーになっちまったんじゃないかな。あいつ生きてんじゃないか。あいつ急遽最近調子乗ってるよなみたいな感じになっちゃったやだなっていうね。まあただね、もうこれはもう言えますから、僕はもう戦友の証としてね、これ身につけてるんだよって言えるんで嬉しいですね。よし、頑張ります、頑張ります。というわけで、概要欄にね、キョウキョさんチャンネル貼っときますんで、ぜひそちらね、見てみてください。確かに、見てほしい、ぜひ見てほしい。ラットさんがめっちゃウキウキしてるから、めっちゃ、めっちゃどうしようみたいな、タクシーの中でちょっと動画撮ったんだけど、はい、めっちゃウキウキしてて、それも嬉しいんだよ、嬉しくなっちゃった。ぜひね、そちらね、ぜひ見てください。チャンネル登録もね、キョウキョさんと僕のよろしくお願いします。お願いします。というわけで、終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れちゃんでした。お疲れちゃんでした。